こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では着ると流行遅れに見えがちな5つのアイテムというテーマでお話をしてみたいなと思っています。ファッションというものには流行があるので、僕たちが普段ですね何気なく着ているものの中でもこれを着るとですね失敗しがちだなとか、なんとなく古臭く見えるなというアイテムがあるんですね。誰もがですねそんなに流行だとか今のファッションがどういう風になっているのかというところにそこまでアンテナを立てているわけではないと思うので、気づかぬうちにですね古臭い感じってどうしても出やすいんですよね。特に僕たちって20代の頃は結構ファッション頑張っていたけども、30代40代になってそこまで流行にも敏感ではないし、お金もかけられないとなるとどうしてもですね20代の頃からファッションが止まりがちなんですね。その結果流行遅れのスタイルになっている方は非常に多いので、ぜひ今回の動画を参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね分かりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速ですね一つ目の項目からお話をしていきたいんですが、まず一つ目は深めの V ネックまたはですね第2ボタンまで開けてシャツを着るというスタイルですね。これはですね今でも街でよく見かけるんですが、昔ですね深めの V ネック T シャツって結構流行ったんですよね。これはですね僕自身も当てはまる部分があって、今から12年ぐらい前のですね独立したばっかりの頃には結構ですね深めの V ネック T シャツを着ていたんですね。その頃は僕も20代だったので、そういうちょっとセクシーっぽく見せるような着こなしってハマっていた時期があるんですよね。またもう一つのですねシャツの第2ボタンを開けるスタイルもですね今から 5,6 年前までは結構やっていたんですね。その当時というのは結構イタリア系のファッションというものも流行っていて、ジャケットを着てシャツを着てシャツの第2ボタンまで開けるみたいなスタイルを結構やってる大人の男性も多かったんですけども、今ではですねこの2つの項目は完全にピークを超えて、今やってしまうとちょっとですね時代の雰囲気に合わなくて古臭く見えてしまうかなというふうに個人的には思っています。まず一つ目の深めの V ネック T シャツだとか V ネックのニットですね、こういったものを素肌を見せながら着るっていうのはあんまり良くないかなと思っています。ニットに関しては丸首と V ネックという形で2種類ありまして、最近では丸首の方が定番的なものになってるんですね。さらにはですね最近また V ネックも復活はしてきているんですが、以前は V ネックのセーターを1枚で着てるように見せてるスタイルが多かったんですね。ですので結構胸元が開いてセクシーに見えたんですが、最近は V ネックのニットを着る場合にも下に丸首の T シャツを着てその上に V ネックのニットを着るみたいなスタイルが多くなってるんですね。V ネックを着るにしてもですね肌の露出は少なめにした方が今のファッションには合いやすいのかなと思っています。結構メンズファッションにも流行があって、ちょっとセクシーに見せるようなスタイルが流行る時と、むしろ色気みたいなものをなるべく消し去った方が今っぽいという時期、2つに分かれるかなと思ってるんですね。今はどちらかというと後者のですねあまり色気というところを際立たせないスタイルの方が今っぽい雰囲気なのかなというふうに思っています。ですので T シャツにしてもニットにしても V ネックの深いもので素肌を見せすぎるというのは今っぽくないですし、どうしても流行遅れに感じてしまうので避けた方がいいかなと思っています。そしてシャツに関しては第2ボタンまで開けるというのはなかなかですね今のスタイルとしては合わないので、しっかりと第2ボタンは締める、もしくはですね第1ボタンまで締めて小綺麗に見せるようなシャツのスタイルも結構最近は増えてるんですね。もう第2ボタンを開けて着るぐらいだったらむしろ第1ボタンまで締めてカチッと着た方が全然ですね小綺麗に見えやすいですし、今の雰囲気にも合っていますので、ぜひこちらは頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、これはですねヨレヨレかつですねちょっとサイズが大きいブルージーンズですね。これまたちょっと今はですねオワコン化してるのかなと思っています。先日ですねジーパンはオワコンなのかという動画を撮りましたが、やはりですね最近の10代20代の方はそこまでブルージーンズって履かないんですよね。今はたくさんのボトムスのバリエーションがある中で、あえてブルージーンズを選ぶという方はそこまで多くないんですね。その流れというのは僕たち30代40代の男性の中にも少しずつですが浸透してくるのかなというふうに思っています。その中でもですね以前履いてたような
ダメージの強いような古着っぽいジーンズだとか、あとは穴が開いてあったりだとか、ダメージ加工がしてあるようなジーンズ、これもなかなか NG かなと思っています。さらには裾にですね、ダボっと生地が溜まっているようなものだとか、ルーズフィットのジーンズというのは本当にですね、今の時代には合わなくて流行遅れな雰囲気がしてしまうので、できればジーンズを履くのであれば色は濃いめであったりだとか、もしくはこの写真ぐらいのですね、程よく色落ちしているぐらい、これくらいまでに抑えておいた方がバランスがいいのかなと思っています。でサイズ感に関してもゆったりと着るのではなくて、なるべく足にフィットしたものを選んだ方がバランスがいいかなと思うので、以前から持っているジーンズというのを長く履き続けるというのはちょっとやめておいた方がいいかなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これはネックレスというアイテムですね。まあ、僕ら世代だと結構アクセサリーが若い頃に流行ったりしたんですね。その象徴なのがネックレスですとか、あとはリングですとか、あとウォレットチェーンですとか、あとはブレスレットみたいなアイテムですね。まあ、こういったものをですね、未だに好んでる方もいるんですが、まあ、アクセサリーというのは結構賛否両論があって、正直ですね、ネックレスをしてるとちょっと古い感じがするかなと思っています。特に先ほどご紹介した V ネックの T シャツだとか、あとは第2ボタンを開けたシャツだとか、そのようなアイテムに対してネックレスを合わせるというスタイルは完全に時代とフィットしないので、避けておいた方がいいのかなと思っています。まあ、特にですね、ネックレスというのは顔周りに位置するので結構目立つんですよね。それを僕たち世代がしてしまうと、どうしてもチャラく映ったりだとか、頑張ってる雰囲気がしてしまうので、あまり素敵には見えないかなと思うので、ネックレスというものはしない方が僕はバランスがいいのかなと思っています。とは言いつつ、僕なんかはですね、一つぐらいはアクセサリーをしたくなるんですね。そういう場合はせめてですね、手元のバングルだとか、こういったアイテムだけに留めておくのがいいかなと思っています。まあ、手元のアクセサリーにも一応流行みたいなものがありまして、今から3から5年ぐらい前というのは、紐状のブレスレットをぐるぐるに巻くようなスタイルも流行ったんですが、それもちょっとピークを超えてるかなと思っていまして、今はですね、シンプルなこのようなバングルを一つするぐらいで十分なのかなと思っています。ですので、僕と同じように何か一つアクセサリーを入れたいなという場合は、シンプルなバングルぐらいに抑えておくとバランスがいいかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これはですね、主張の強いベルトですね。これも注意が必要かなと思っています。これもですね、休日の男性を観察しているとよく出くわすんですが、結構大きめのバックルのベルトをしていたりだとか、ベルトの幅も結構主張のあるものをしている方だとか、あとは一つのベルトの中に様々な色を使っているような、ちょっと派手めのベルトをしている男性って未だに多いんですよね。ですので、こういったものはなるべく避けておいた方がいいかなと思っています。まあ、ベルトというものにも結構流行というものが反映されていまして、以前であればダメージ系のジーンズに結構バックルの主張の強いベルトをすることもあったんですが、今ではそういったものは完全にピークアウトしてるかなと思っています。今であればそういった主張の強いベルトではなくて、例えばブラックですとか、ダークブラウンのレザーのメッシュベルトだとか、もしくはゴムのメッシュベルトなんかも良いかなと思います。そこまでベルト自体に主張を強くするのではなくて、着こなしの中に馴染ませてあげた方が今の雰囲気には合いやすいかなと思っています。もちろんですね、10代20代のスタイルではあえてベルトを長めに取ったりしながら主張を出すっていうスタイルもあるんですが、これは僕ら世代にはちょっとハードルが高すぎるので、シンプルで着こなしに馴染みやすいようなメッシュ系のベルトというところを皆さんもぜひ揃えていただければなと思っています。はい、続いて最後5点目なんですが、これはですね、斜め掛けのバッグですね。これもですね、時代遅れ感が出やすいアイテムなので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。まあ、こちらのイラストのような結構ですね、多色使いの斜め掛けのバッグを持っている男性って休日にはめちゃくちゃ多いんですね。結構こちらを見ながらですね、ハッとしている方も多いかなと思うんですが、これはですね、ちょっと前には流行ったんですが、今では完全に流行遅れになっているかなと思っています。確かにですね、休日に手ぶらで過ごしたいという気持ちはわかるんですね。まあ、僕自身ですね、休日はバッグは持たないで、基本的には手ぶらのスタイルなんですね。まあ、バッグさえも僕は持っていないわけなんですが、とは言ってもですね、長財布を持っている方だとか、スマホだとか文庫本だとか、ちょっとした小物を持ち歩きたいという方はいらっしゃると思うんですね。こういう時にショルダーバッグってもちろん鉄板アイテムだと思うんですね。ただこのショルダーバッグって持つだけでどうしてもですね、ダサく見えがち、流行遅れになりがちなので注意が必要
要かなと思っています。中でも特に良くないのはたくさんの色を使っていたりだとか、ちょっとごちゃごちゃしたデザインのものなんですね。こういったものを使うぐらいであったら、アウトドアブランドであるノースフェイスだとかアークテリクスのシンプルなブラックメインのですねショルダーバッグをした方がいいかなと思っています。こういったものを持っていただければ、ブランドロゴの威力もあってある程度素敵にも見えやすいですし、今っぽい雰囲気というところも漂いやすいので、もしショルダーバッグを持つのであればこういったものをチョイスしていただければ間違いがないのかなと思っています。またこのようなアウトドアブランドだとちょっと気恥ずかしいかなという方には、レザー製のショルダーバッグだとかシンプルなもので合わせてもらうのも良いかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、流行遅れに見えがちな5つのアイテムというテーマでお話をさせていただきました。この中で1つでもですね持ってるものがあったら、ぜひですね今回ご紹介した OK の方のアイテムに買い替えていただければなと思っています。なかなかどれがですね時代遅れになりがちなのかっていうのは自分ではわからないかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしていただければなと思っています。まあ、僕らぐらいの世代になると、自分の中の定番のスタイルだとか定番の形というものがどうしても固定化されてしまうんですね。でもそのスタイルを10年以上続けるというのはなかなか難しくて、流行の変化に合わせながら定期的に自分のスタイルを見直すことはすごく重要かなと思っています。特に最近は流行の変化のスピードが速いので、ぜひですね3から5年ごとにご自身のスタイルが古臭くなっていないかということをですね確認をしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。